皆様、伊藤ライフの謝罪会見にお集まりいただき誠にありがとうございます。本日ですね、私夕方18時にスーパーに行きました。夕方18時というのはですね、スーパー大変混み合います。レジ前というのは、まあ長蛇の列とは言わないまでも、まあ 4,5 人は待つ、そんなまあ密な環境に伊藤ライフは立たされてたわけです。目の前には年若なお母さんと5歳ぐらいですかね、男の子が立っておりました。その男の子がですね、ポーチを開いて手元で何かゴソゴソをしとるわけです。よく見てみると、あ、ポケットティッシュかと。自分の視界のピントを合わせてみたら、そこには僕の知らないポケモンが3匹映ってたんです。というわけで本日は緊急企画、ティッシュで見たポケモンを伊藤ライフが書いてリスナーに伝えて、何のポケモンが使えなくなったかをみんなで考察しよう。どうしよう、リスナー。というわけでございまして、本日の企画は左下のお大事の通りです。ティッシュで見ためちゃくちゃうろ覚え、しかもちっちゃく映ってたポケモンをなんとか思い出して皆様に伝えます。左から行こうかな。なんかね、上向けてね、口を開けてた気がする。頭がこんな感じで、全体の僕の印象ってこれなんですよ、今のところ。もうこんな感じですよ、今もううろ覚えできますよ、みんな。こんな感じじゃない？ちょっと待って、そんなにバンギラス、バンギラスって確定なん？色味はだからこれですよ、このこうなんか くすんだ緑的な、なんかこんな印象。みんなマジでバンギラス、みんな天才か？こんなこれでわかんの？これはバンギラス、ほなバンギラスか。すっごいバンギラス、これ、これ確定マジか。これ10点くれんの？マジでちょっと待ってくれ。牙とかあるんでしょ、どうせ。多分通例から行くと4本やな、これは。あ、わかる、これね、胸に絶対なんか変なマーク入る。これ頭、これ三つ股じゃない？ どうせこういう感じの。で、これで色がこれか。こんな感じでドライ。完全にバンギラスか、そうか。悲しいな。悲しいな、欲しいな、バンギラス。じゃあ次行きましょうよ。次わかんねえの。次、赤のポケモン。なんか赤のポケモンがいた。この色、この色。ヘビーみたいな頭。気がすんねんな。なんかね、頭が3つあったの。なんかこんな感じだった気がする。もうこっから半分想像ですよ。羽？これは羽。ストライクの羽ってどんなんやったっけ。最近直立してて羽が生えてるってさ、ストライク書いたぞ僕。あ、なんか近えぞ。直立してて羽があって、手がなんか武器っぽいけど顔が違いすぎるよな。なんかこんな感じ。いやー悲しいな、こいつ気に入ってきた。カニのポケモン、カニのポケモンいっぱいいるか。キングラだったっけ。僕一発で書いておきます。できました、伊藤ライフがポケモンティッシュで見た赤いポケモンです。はい、復活。はい、皆様、はい、ハッサン、聖剣好きのハッサン、ハッサンでいいの？それはドラクエ6じゃないの？そういうあだ名がついてんの？あ、なんか妙に使える、あの石になって復活したら聖剣好きを思い出す、あのハッサムあかんな、思い込みあかんな、完全にハッサンになってた。ストライク外してるし、もうダメ。なんでストライクの進化系。ちょっと待ってこれあれでしょ、あのダイヤモンドパールあたりでしょ。ねえ、ダイヤモンドパールじゃないの、マジで。うっそやろ、おい、金銀なん。あはははリアルタイムで削れたやん。ストライクで失敗してるからどっちにしろ手に入らへんか。そうか。あーマジで、いやえ、ちょっと待って、え、何サイドヘナクロス。よし、こっからは追加企画、パッケージも再現してみよう。ハッサムチョイスした。そうそういうのありがてえ。ハッサムの顔もうちょっとなんとか入ります。だって知らんねんもん、ハッサムの顔。ストライクの頭つけとけ、乱暴すぎるやろ。そんなにストライクな、え、そのアイコラみたいなことするけど、ストコラしたら成立すんの本当に。なんかそれっぽさがすごいね、これすごい、ね、リアルタイムでコラージュしてると自分の絵を。とりあえずこれで、とりあえずこれで。はい、次、背景。それぞれのタイプのイメージ、どういうこと？左岩、真ん中竹、右飛んでる。はい、岩、はい。虫かご、竹、あ、なるほど。なんか緑がなんか等間隔になんか敷き詰められてるイメージね。なんか伝わった、今ので。
バランですね、これはね、はい、バラン、ギガブレイクで来い大の大冒険もう終わったのよ。ほんのもツイッターに答えみんなあげてる。バカ、それ見たらつまんないでしょ。ここでみんなと伝言ゲームをしてみんなとの意思疎通を図んのよ。今日は僕もお前も伊藤ライフ、お前も伊藤ライフにならないか。やだな、遠慮したくない。バカ野郎、お前もその仲間に入れてやろうって言うんだよ。はい、右上、右上どうしたらいい。レタス、草むらの概念、なーるほど、なんかわかるぞ。ね、おしゃれな草を入れりゃええのよ、こんなもん。こんな感じやろ。何違う、ファンシーすぎる。違うか。レタスの一枚の上にカブトムシ、なんかヘラクロスだけなんか扱いおかしくない。一面のレタス、かなり近い、マジで完成です。伊藤ライフが本日出会ったポケモンティッシュでーす。この企画面白いので適度にネタバレ食らってください。バカ野郎、羽根っこの進化系とか出てみなさいよ。もう僕もう泡吹いて倒れるぞ。正解見ようぜバカ。正解見たらちょっと悲しいやん、そんな。ティッシュ画像送ってもらおう、それが一番いいわ。これ並べて見てみよう。藤本博士、あの僕のね、あのいつも切り抜き動画作ってくれてる藤本博士さんがどうやらティッシュを持ってるらしいので、あった。正解のティッシュ画像が今出てきました、皆様にお見せします。どこ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 、バーン。ちょっと待って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 、ヒロシ、ヒロシ、ヒロシ、これは何。ちょっとヒロシ、ヒロシやったか。おお、お前スパイか。ネタバレゆえつぶのスパイやろお前。さては、俺はルカリオかな。ルカリオで会ってくれ、頼む。ルカリオって言ってくれ。ルカリオだったらなんとか青と黒で僕がなんか答えられない。ルカリオしかいないんですけど。危ねえ、画角が上やったら死んでたぞ。3ミリずれてたら私は宇宙でしたね。実際のティッシュを並べてみましょうか。でん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 似てる。あ、ちょっと待って、 レタスそっくりすぎへん、これ。トレスしたライフくん。そうね、背景レタスって指定したやつが天才やわ。ちょっと待って、レタスゲッターおかしいやろ。レタスポケモンボールに入るかい。サラダボールは。だからさ、大喜利をやめろと言ってるんですよ。ここで国語力とかそのボケをさ、鍛えるなよ。一旦、ティッシュ再現は企画を締めて、皆様の拍手で終わりましょうか。それでは、再現完成しました。ありがとうございます。大成功です。まあ、軽級ならワンチャンなんとか。え、あ、子供用ティッシュありそう。子供用ティッシュありそう。子供用ティッシュありそう。あ、ティッシュコーナーもあかんか。じゃあドラッグストアもあかんか。